大丈夫かな。大丈夫そう。こんばんは。いやー、昨日から地震が続いてますが、各地皆さんは大丈夫でしょうか。あゆたろ、地震怖いよ。ね、そうだよね。なんだっけ。昨日が宮崎県で、今日が神奈川県だよね。その周りにいる、その県の方とかもそうだし、その周りの県の方とかもそうだし、いや、マジで心配。なんか別に、そこの、飲み物。そこの近くの、その県の人とか、その近くの人とかだけじゃなくて、普通にもうみんなが心配。もうだって、次はもうどこに来るかわからないじゃないですか。次がさ、近くじゃないとこでも、もう全然地震はいつ何時起きるかわからないし。いや、ご無事でいてね。もしさ、配信中にさ、みんなのとこに地震が起きたらさ、もう早く閉じて、配信なんか。早く配信閉じて、もうなんか、余計なことは考えずに、音声が変、嘘。今？もうこんな喋ってて今？今時？目覚ましテレビ？もっと今時？変ですか？どうですか？声変ですか？誰かいますか？誰かいますか？誰かいますか？変ですか？ちょっと待って。ちょっと待ってて。こっちにしてみるね。どうでしょうか？治ったかな？もしもし、カメよ、カメさんよ。なんちゃらかんちゃら、なんちゃらら。なんちゃらかんちゃら、なんちゃらで。治った？なんだったんだろう？何だったんでしょうか。これよくないのかな、これ。とみこ、ちょっとまた何かあれば教えて、割と早く 早く教えてくれたら、もっと早く直せるからさ、ご迷惑おかけしました。申し訳ないよ。ありがとね。というわけで、もうさっき何の話をしたか忘れちゃいました。テンパっちゃって。何だったかな？何だったかわからないけど、ちょっとテロップに。オンライントーク会来てね。これ右かな。ねえねえ、これバナー右で合ってる？
私今ね、左に見えてるんだけど、なんか噂によると右らしい。え？左？右？どこにある？このオンライントーク会はこちらっていうバナーは。あ、え、右？左？左？左ね、すいませんでした。はい、すいません。はい、左でした。ごめんなさい。まあ、左になかったら右見て、ああ、これかーってなるから、まあ大丈夫か。といった感じで、今日も頑張っていきたいと思います。まあ、気づくよね。大丈夫だよね。いや、そうなんです。明日はオンライントーク会なんです。でも、まあ、ちょっとまだまだ結構枠に余裕があるので、なんか来てくれたらいいなっていう気持ちを込めて テロップに入れております。はい。ディオールの試供品まで見た。ありがとう、いつも見てくれて。そう、久しぶりの人とかもよかったら来てくれたら嬉しいなの気持ちでいっぱいです。なんかさ、最近気にしてることがあって、なんかこう、みんなをのことを、なんか、なんていう、不快に思わせてる時っていっぱいあるのかなとか思ってね。なんか最近悩んでるんだよね。大丈夫かな、私の配信は。や、わからないけどさ、なんかみんな、私はさ、なんか嫌な時嫌だって言っちゃうけどさ みんなに私の配信とか動画とかは、不快に思わせちゃってる時はないだろうかと。え、本当にない？大丈夫かな？結構なんかこう、冗談からさ、言い過ぎちゃう時ももしかしたらあったかなとか。だから、なんだろう、去年はさ、生誕祭来てくれてた人もさ、いたけどさ、なんかさ、今年さ、来てくれない人もさ、いてさ、私がなんかしちゃったかなとかさ、なんか思ってさ、生誕祭楽しかったのにさ、なんかそういうこととかも考え始めちゃってさ、え？だからこの前の YouTube コメント少なかったとかさ、だからトーク会来なくなっちゃったのかなとかさ そういうふうに考えちゃってさ なんかしちゃったのかな、でも謝る機会ないしなみたいな 気持ち。
誕祭行けなかった分、今からと、だって生誕祭来るって言ってた人いっぱいいたのに来なかった人いっぱいいた。それまずなんでなの？急病なったらさ、心配じゃん。急病だったら心配じゃん。じゃ、急病でーすって言ってほしいもん。じゃあ 一報入れてよ。で、なんかそれ、なんかこう、もわもわしてた気持ちでいました。なんかしちゃったかなとか、そうだったらこのなんか申し訳ないなとか思ってね。小指の逆向きから血が出ただけだと思います。どういうことなの？ どういうことなの？どこの場面で？自信持って好感度は高いよ。今日もあゆちゃん大好き。本当に？ なんか大丈夫なのかな私はと思って。みんなの優しさに甘えすぎて生きてるんじゃないか。優しさに甘えられない、泣いててもちなみに今日もラーメン食べましたが、今日はラーメン食べてないんですけど、ラーメンの動画は編集しました。すごい急いで。そしたらラーメン食べたくなりました。100歩譲ってイベントに来てくれるファンが減ったとしても、個々の発言が問題ではない。じゃあ何？ じゃあ何？じゃあ何？ それね。あゆちゃんはいろいろ頑張ってわいらを楽しませ頑張ってはいるんだけど、可愛くないから。最近ラーメン高い？いや、ラーメンが高いんじゃなくて野菜が高いだけだと思う。野菜、キャベツとかこういう野菜とか肉とか小麦とかもう全部が高いから、ラーメンも高くせざるを得ない。でもラーメンは私は安い方だと思います。そばとかの方が高い。そ ばとかステーキの方が高いやん。 焼肉の方が高い。だからしょうがないと思う。全部高いからしょうがないし、私はラーメンはすごい時間をかけて作る食べ物だと思ってるから、それは全然許せるというか、私はラーメンが大好きだから、許容は全然範囲内。私はね。 だってさ、ずっとさ、チャーシューだって煮込みましたとか聞くじゃないですか。何時間煮込んでって言ってさ、スープも何時間煮込んで出汁を取って、そこの出汁からみたいなスープができてっつって。だからね、私はね、そういう時間とかもあると思うから。
私はラーメンは高くても食べると思う。だこんなそんな話題でぴったりのね、めちゃうまラーメン調査隊のラーメンを食べてきたんで すごいよ。すごい、ラーメン高くないっていう話題から私今度出す動画もネタバレするけどさ、2000円するラーメンって本当に美味しいのっつってますから すごい、タイミング、タイムリー、2000円するラーメンを食べてきました。そう いや、なかなかだよね。すごかった。そう、めっちゃセレブだよね。でも、これは絶対調査しなきゃと思って。そんなの、私が財布からさ、5000円札を2枚持ってさ、調査しないと、これはどげんかせんといかんということで 何が ということでね、調査してきました。ちなみに、それミーズンと言ったんだけど、ちなみに財布忘れました。ちなみに財布忘れて、借りました。で、ちゃんと返しました。わざとじゃないよ、本当に。本当に何なの？ 本当にびっくりしちゃった。俺財布ないって思って。私が誘った。ちゃんと返したよ。ちゃんと返した。現金オンリーだったの。キャッシュオンリー。だからなおさら、あーってなって なんかバーコード決済とか と思ったんだけど、ダメだった。で、貸してくれました。なので、いやー、マジ暑かったんだよ。最近のラーメン調査隊は、本当に、命を削りながら撮影していて、本当に暑いんです、外が ご存知の通り。まあもう、みんなさ、日本に住んでいたらわかるよね。涼しいところなんて一つもないんだと。山ぐらい で、本当に暑くて、もうお店に向かっている時点でも汗だくなんです。でも本当に美味しいのって言ってる時は可愛くありたいから、もう汗かかないようにいようと思うんだけど、もうそんなの無理で、もうダラダラ 本当に汗だくなのね。めっちゃ暑いよね。で、だからそんな中、お店に入ると、あ、本当に生きててよかったっていう気持ちになるんだけどね。でもさ、結構なんか、さ、つけ麺食べてたらさ、後半寒くなってこない？これどうしたらいいんだろう なんかさ、その寒暖差っていうの、もう外めちゃくそ暑いじゃん。で、中入ったらさ、待ってる間にさ、体がちょっとこう適温になってきて、で、なんなら冷え始めても来ちゃって、なんかそうしてたらさ、気づいたら届く時にさ、つけ麺じゃなくて普通のラーメンに すればよかったなーって時ない？そのキンキンに冷えてる店内すぎて 私結構この体験あるんだけど、そんなことない？もうそう、どんどん冷たくな、なんか冷たくて、夏でも熱いラーメンしか食わんからね。私もだからね、つけ麺よりは、そう、私もそう、熱いラーメンの方が好き。私もそう、結局だから、なんかうどんとかだったらざるでも食べちゃうけど、
今そう、冷やし中華も食べたいんだけど、外で食べたい。外で食べたくないけど。暑い場所で食べた方が絶対に冷やし中華とかはもう3倍くらい美味しいんだろうなって勝手に思ってる。って勝手に思ってる。でもラーメンの動画作るのは楽しいから。で、最近あった出来事で言うと、ラーメン調査隊の動画をもう5本ぐらい上げたのかな、5、6本、5本くらいかな、上げてたら、なんとインスタの DM で、うちのラーメン紹介してくれませんかっていうね、 DM が来たんです。すごい。すごくない？調査していいんですかっつって、お店から。そう、嬉しかった。なんかどんなお店かちょっとまだ分かんないんだけど、始める前にちょっと見て、でそしたらなんかパッて配信始める前にちょこっと見ただけだから分からないけど、なんかそのまず私のラーメンの動画がラーメン屋さんの目に留まったっていう、紹介してもらいたいって思ったっていう、なんていうの、もうこの一ムーブが すごい嬉しかったんですよ。なんかこう出来上がりにさ、いや、ランケンじゃないんじゃないかなと、私なのかでも、配信始まる前にピャって見たからわからないんだけど 案件かどうかは。でも案件じゃないんじゃない？だって別にね、私が食べて動画出すだけだし だから嬉しいと思って、そういうのが。なんか第一歩だなと思って、すする TV さんとのコラボの、やっぱ第一歩だわ ちょめめーって私も言いたい。なんかそのまず紹介してもらいたいなって思ってくれたことが嬉しいなっていう話でした 別にラーメンのやつに関しては、そのラーメンの、なんていうのかな、テレビとか雑誌とか、なんかそのメディアの人から、そのお仕事、タレントの活動としてお仕事が来たらいいなとはめちゃめちゃ思うけど、なんか自分のラーメンの動画でなんかこう、もうバズったら嬉しいけど、なんかそれでどうこうみたいな気持ちはあんまりなくって、お仕事につながったら、活動のなんかつながったらいいなと思って、自分の好きなラーメンを食べながらやってるから、なんかね、その案件をしたいみたいな、 PR 案件をしたいみたいな気持ちはあんまりないんだよね。美味しいラーメン食べれればいいからさ その自分の、なんて言えばいいかな、私のめちゃうまラーメン調査隊は、その動画を見られて収益化はさ、そうなんて、なんか動画が見られて、それが何か、その視聴数が伸びればそれは嬉しいけれど、別にそのラーメン屋さんの案件をしたい、 PR 案件をするためには、その PR 案件を受けるためにはやってないんだよね、別に 調査してるだけだからさ でも言ってくれるのはめっちゃ嬉しい、嬉しかったの。ちょっと伝わってる？なんかいっぱい噛んじゃったよ、滑舌が。
自分からめちゃめちゃ PR 案件で、でなんかこうお金もらいたいみたいなのは思ってないの。ただタレントとかの活動にのお仕事につながればいいなってすっごい思ってる話。 伝わった？今こう完結したんじゃね？ あった。でもこの間の生誕祭でラーメン屋さんあゆ太郎が食べたやつ行ってきたわーっていう声を聞けて嬉しかった。普通に ラーメン屋さんにアクスタ持ってったらしい こうやって ラーメンとお塩並べて可愛いことしているなぁと。にんまりした 引き続きしてほしい。あなたがいないと生きていけない。よかった、伝わっていてと言った気持ちが。ラーメンも頑張る。最近動画編集、そのラーメンの動画に関してはその 1分の尺だからで、大体そのテンプレート的なものは決まってるんですよね。ここでなんか「なんとかラーメンって本当に美味しいの？」から始まって、こういうなんかお店の外観とかこうやってやってるシーンがあって食べてみたいな。それでその動画の中のルーティンが決まってるから、編集はもう慣れてきてちょっとしやすさまで感じてるんですけど。最近はその動画編集を一体何時間で終わらせられるかっていう、タイムアタックを自分の中でしていて 今日はすることもちょっといっぱいあって、今日はなんとね、2時間で編集することができました 早い。私の中では今日のタイムアタックはね、ギネスを更新させていただいて あ、そう、1時間はね、多分で1時間で編集はできないんだけど よくわからないよね。でも前はね、3時間半くらいかかってたかな。4時間とか。なんかその話すことに悩んだりとか、どういう編集にしようか悩んだりとか、あとはシンプルに集中が切れて途中でツムツムしたりとかして なんかやったんだけど、今日は。すごいね。お盆とかも忙しいから編集する時間ないかもと思って、そう急いで編集したんだけど、結構早いと思います。 いや、そう、なんかママとかに言っても「2時間で編集した」って言っても「それって早いの？遅いの？」みたいな感じだから、もう編集しない方からしたら2時間もパソコンに張り付いてんの長って思うかもしれないんだけど、動画編集してる時ってマジで時間の溶け具合がもう尋常じゃないのよ。もうさっきこの作業し始め編集し始めてたのか、じゃあまあ12時だとして、パッて時計見たらもう12時40分になってるとか、もう全然その30分40分の時間の溶け具合はもう本当にあっという間なの。コンサートぐらい コンサートよりも早い時ある みたいな時全然あるよ コンサートの30分早いでしょ。
だからそれとね同じ感じでね、びっくりするぐらい。がテキパキ頑張る人間になりたいな、あゆまるちゃん。ていう近況報告だけど、みんなはどう？みんなは何をしてるの？してたの最近は。今オンライントーク会みたいの URL 見たら2枠取ってくれた人いた。嬉しい。ありがとう。みんなの最近のお話も聞かせてよ。燃え尽き症候群。嘘、私と同じじゃないですか。私もなんかこうずっと、なんていうのかな、ずっと頭にあったものがパッと終わって、私も一緒の気持ちでね、燃え尽きたというか、やりきった症候群だった。 あとはみんなの近況はどんな感じですか？内緒なのかな？なんか今日はみんな元気がないのかな？なんか今日みんな静かじゃない？そんなことある？ない？明日2枠取りました。嬉しい、ありがとう。みんな夏バテしてんの？外で配信見てるんか？ お家で見なされ。それは絶対に暑すぎちゃう？でももう暑すぎちゃうよね。今週は運に見放されたとことん。大丈夫？何？運に見は、とことん見放されたって何？大丈夫？でもコメントできてるから元気ではあるのかな。あゆさんは夏バテ大丈夫そう。いや大丈夫じゃないです。 本当に誘いを断りまくってます。 何まろとんねんっつって。 ご飯行こうよとか、これ行こうとかを本当に行く元気がなくって、で夜は配信したいし、でなんか食べ物もの食べてるなんか調子も悪いし、だからそう、なんか遊ぶんだったら家で作業しようみたいな気持ちになってる。暑くて出られない。 お仕事でとかは全然出るよ。それこそさ、みんなに会う機会があったのは競馬場のやつとかはもちろんで、ね、もちろんさ、お仕事で「お前外ですよ、外でお仕事しますよ」って言ったら「そりゃ分かりました、家捨てていきます」って言って、もうそりゃお仕事喜んでいくけど、
なんかご飯とかはもう、すごいね、足がね、重たくね、夏バテを感じておりました。暑いよね。暑いと頭痛くなっちゃう人もいるのね。それはさ、もうあれじゃない、水分が足りてないんじゃなくて、私頭痛くなる時のはやっぱ水分取らないと頭痛くなるから、結構水分は取るようにしてる。いや、そう、カメラをさ、先々月買ったんですけど、ちょっと暑すぎてもうカメラ、写真撮りに行きたいのに、写真撮りに行く、もう暑さじゃないのよ、もう本当に無理。 写真撮りたいのに、さ、もう撮りに行けなくなるんだよ。あゆかを見ると頭が痛くなる。なんでそんな悪口を言うの？それとも何それ？それってもしかして恋の病ですよってやつですか？ あ、そう、カメラにも負担がかかるって聞いたことはある。球場でカメコしたらカメラアチアチになる。やっぱさ、スマホもさ、なんかグラビアの撮影でさ、なんか屋上に行った際にすごい天気がいい時で、屋上にスマホを置いといたら、スマホの初めて見たんだけど、表示で熱くなってるんで、どうかなんちゃらしてくださいみたいな表示が出て、やっぱその電子機器とか、やっぱカメラも電子機器が一応バッテリー積んでるし、いや、だから暑いとこってやっぱ人間も良くないし、機械もダメなんだと思いました。秋の方がいい写真撮れるんじゃない？あたいは何女だと思ってんの？あたいはさ、夏女です。真夏に生まれた夏女だから、本当は そうでした そうでした、やめてよ、そうでした、はい、失礼しました、やめてよ 近年は特に暑い。そうだよね、だってさ、だって私さ、小学生の頃とか中学生の頃とかさ、エアコンなかったもんね、教室に。でも耐えれて授業を聞いてたってことは、今の子供たちは大丈夫そう？平気なんかな？いや、そう、話を戻しまして、そう、私は夏のなんか水色のさ、真っ青な空とかさ、なんか海とか川とか、まあ、全然どこも行ってないけど そういうのを撮りたいの、本当は。海とかシャラシャラみたいなのを撮りたいのに、私秋はちょっとなんか秋のカラーが苦手で、なんか嫌じゃん、なんか栗色みたいな、くすみの季節みたいなのよりは、まあ、海とかの方が好きなんだよね。うん、見るのも好きだし、なんかそういうのを写真撮りたいし。いや、だからマジでね、夏前の写真撮ってたのしかなくって、最後のデータはこの前確認したんですけど、最後のデータはマリオンクレープでした なんで 最後マリオンクレープをなんかおしゃれに撮りたいなって思って、以来写真は撮れてないんですよ。もういつかわからない。だからね、涼しくなってほしいものですね 頼みますよ。心
紅葉も綺麗なんだけどね。でも銀杏臭いじゃん、踏んだら。夏はな、虫がいるからな。いや、秋も虫いるわ。ちょっともういいや、冬で。冬はいいですよ。メイクも崩れないし、前髪も崩れない。でも今年さ、もう10月とかまで暑いって言われてますよね。寒いの10月はもう。でもさ、お洋服とかさ、服屋さんで見に行くじゃん、今とかさ。で、見に行ってももう秋服が並んでるから、なんかもう、はにゃにゃーと思って、まだこんなのいるか分かりませんと思って、全然服変えてない。だって去年も結局暑かったですよね。その例年より暑さが残ってますみたいな。でも新潟とかはね、もうすぐ寒くなりますから、え？みたいな。 なんか新潟ってなんかバグってて、徐々に寒くなってくんじゃなくて、なんか突然寒くなりますみたいな1週間があって、もうそれを境にもう あれ？秋どこ行っちゃったの？ってくらい急に寒くなるんだよ。意味わかんない。だから新潟県民はマジで冬、秋服を買わないと思います。なんかさ、秋のトレンチコートとかあるじゃん。あれ持ってる人少ないんじゃないかな。 そういう秋服、もう男性とかだったらもう余計少ないと思う。パーカーでいいもんだって。もう急に寒くなって。 あ、全国的に年々春と秋が短くなってるんだ。へえ、そうなの？だから米うまい。あ、そうなの？ その辺わかんないけど、米はうまいよね、本当に。 トレンチコート寒い。 トレンチコートね、いや私もやっぱさ、おしゃれに見られたいじゃないですか、インスタを載せるサイトとかにも。だからトレンチコートは強がって持ってるんですけど、本当に寒くて、お話にならない11月が。 だからね、トレンチコートはね、出番が少ないんだよ。 ねえ、知ってる？新潟は春と秋が短いんだって。 豆柴。 ヒートテック着てな。わあ、でもヒートテックとかも考えると冬やだな。夏がいいな。夏って服安いしさ、コートってさ、冬ってコートあって高いじゃん。でも暑い。 暑いのやだ。でもプール行きたい。プール行きたいけど行きたくないみたいな気持ちがすごいある、最近。ゆかまろとか連れてってくれないかな、荻野ゆかまろ。 いらぬですか、私の夏休み、プール SNS 投稿は。やっぱりもうグラビアをやったりとかしてるから、プライベートはいらねえよってなってますでしょうか。 どうなんでしょうか。 ゆかちゃんがマロで、リカちゃんがマルなんよね。 法則性はないです。突然ゆかまろって言ったり、ゆかまるって言うし、リカマロって言うし、リカマルって言います。 すいません、法則性はないです。みんな、でも日向はペロだと思います。 なんかあだ名つけるのが好きなの、人に。
無意識に。だから例えばだけど、うちのマリアっていう犬がいるんだけど、まーちゃんって呼んだりもするし、最近はマリちゃんピーとか言って呼んでます。そう、何々ちゃんピー、リカちゃんピーみたいな 感じで、ふざけて呼んだりもしてる。そんなん、そうそう、ひなたは ペロリンでいいと思います。なんかさ、ひなたがさ、なんかリカタンがさ、なんかビブスつけててさ、ビブスだよね、私もビブス、そう、ビブスつけてリハしてる、なんかの曲の動画をツイッターに載せてて、で、ひなたがそれに 私たちだけギブスつけてないみたいな。怪我したんと思って え、誰も突っ込んでないんだけど、七子あたり突っ込まないのこれと思って、七子のツイート見たらさ、七子なんかさ 工事現場みたいなアクリルスタンド売っててさ、え、なんだこいつと思ってさ え、どうしちゃったんだろうみたいな、工事現場みたいなアクリルスタンド発売するんだみたいなのがあって いや、そう、知らない、いや、なんか、本当工事現場 え、なんだっけ、アテンション危険ですみたいな、アテンションじゃない、なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、ああいうの、危険な黄色と黒のさ コーションだ、コーション、そう、工事現場みたいなアクスタを売ってて あ、こりゃダメだと思って、私が言いに行かなきゃと思って、ねえねえ、さ、私その動画に出てないんだけど、ギブスじゃなくて ビプスだよって 言ったら、で、はい、言ってやったわと思って ツイート閉じてたの。ツイッター閉じてたのよ。はあ、もう行ってやった、シュッとか言って、別のアプリ開いてなんかしたりとかして、はあ、もう行ってやったわと思っていたら、思って、もうあと、もう結構その何時間か経って、なんかこう無意識にツイッターを開いたら、なんか笑われていて なんか各所からなんか笑う、クスクスみたいな笑いのものが起きていて ギブス、間違えてました、ビブスでした いやいや、でもさ、ギブスってやべえよな、は？え？怪我した？みたいな やっぱ日向もやっぱりちょっと私とトントンですね よくこのこ、何その言葉っていうことを喋ってますけど、ありゃ一緒です。ひなたも間違えることはあるし、ってことは同類なんだって。だって私だって分かるもん、ギブスじゃないことくらいは人間だもの、みつを、あゆを、あ、ひなたも意外とね、おバカなんですよね だと思ってます。もういっぱい喋りまくっちゃった何を話そうかな、なんかいっぱい喋りすぎて喉がガサガサになってきた 、どうしようかな、でも
相談といたしましてはさ、ぜひみんなには、あゆ太郎ちゃんのオンライントーク会の宣伝隊長として ぜひ拡散してもらえれば嬉しいのだが、どう？ してくれない？来てよねーって 来てね、きら、行ってみてはいかが？みたいなのとか、どうかなーって。 あゆちゃんのポストリポスト済み、嬉しい、ありがとう。全然言葉もね、足してもらってもとっても嬉しい、とってもとっても嬉しいし、ぜひ味見でいいから いや、まあなんかこう嬉しいことを書いてくれたら私も嬉しいけどね味見でもいいよ。あと、そうだな、私も「いいね」しに行くので、投稿してくれたら。リツイートはさ「いいね」できないじゃん、自分のやつだから。だから「お疲れ様です」、はい、何て言うの、自分の言葉で投稿してくれたものは、いいねできるから、そうだね、投稿してくれたら「いいね」を絶対しに行きます。あれ、パスワード合ってない。あ、そうそう、引用でもか そうだと、なんか「あゆ太郎」とかでエゴさして「いいね」はできるので、ぜひ一緒に拡散してくれたら嬉しいです。用事があって来れない方とかでも嬉しいから、よかったら来てくな、投稿してくれたらいいねをしに行きます。 でも明日は、かわいい格好をしようと思っているから、楽しみにしていてね。どんな服だと思いますか？ジーンズにシャツ、一周回ってそれもありかもしれないけど 残念ながら、夏っぽい服装だね。そう、だから喜んでくれるんじゃないかなーって。
思ってる。あとは何を話そうかな、配信で。何を話そう。あれ見てみようかな。あ、これパソコンからインスタって見れないんだ。むずい。オンラインか予約した。嬉しい。とってもとってもお待ちしてます。楽しみ。オープンレックのディスコードの告知をそのまま。というか、ツイッターに投稿してるものを引用してくれた方が、文章の方が助かります。ほぼちょっと一緒だと思うけど。なんか、なんだろう、今日何喋ったらいいか分かんない、久しぶりに。 なんで？なんで？ なんで今日何喋ったらいいか分からないんだろう。なんか、なんでだろう。いつもの元気がない。なんか悩んでたからかもしれない。さっき話した通り、さっき話した悩み、私が何かどうしたらいいのかみたいな、そういうのは私が「どうしよう、なんか久しぶりだ」嫌いになってないかな、みんな私のこと。で、結構っていうか、そう思ってる最近。なんか、なんだろう、日頃の配信の
コメントとか。YouTube のコメントとかすごいさ、そういうの大事にしてるんだけど、私はね、なんかしちゃったのかなって。思って、その、なんだろう、いつもコメントしてくれてる人がしてくれないとか結構分かっちゃうタイプだから、そういうのもなんかしちゃったのかなとか、これがやだ、なんか嫌なこと言ったかなとか。大丈夫かな。タジャン。 気になっちゃう。私のこと嫌いじゃない？ いや、なんかしたんかなってめっちゃ思っちゃうんだよね。私がはしかんだったらいいのにな。じゃあいっぱいコメントして。ん。 そう、オンライントーク会もすごい来てほしいけど、気まぐれでごめんね。気まぐれが嫌なの。 気まぐれが嫌なの。嫌なの、気まぐれが。 とっても気まぐれんが嫌なの。会いたくて会いたくて。 気まぐれんは嫌じゃないよ。 いやいやいやいえいえいえ、気まぐれんっていう歌手の方です。 嫌なの、気まぐれんが。 配信するねって言ったら、もう みんなが「やったー！」って言ってほしい。 リプいっぱいしてほしい。 いや、もう「やったー！」もうびっくりマーク1個じゃダメなの、5個。え、じゃあ、ふうもひらがなじゃない、カタカナで、びっくりマークいっぱい。 じゃないと嫌なの。そう、そう。 いやーおって何。 私めっちゃコメント拾ってるけど。 それぐらいして。だってほら、いっぱい揺れてるじゃん、下で。こうやってさ、ほら、配信をさ、揺れてるんだったらさ、コメントしてほしいわけよ。まずは。そしたらさ、どんどんさ、私もさ、沼にさ、
引っ張りやすくなるからさ。だね、あ、ちゃんとコメントしてくれて嬉しい、あなたのこと好きかなって、よいしょよいしょって、沼に引っ張っていけるしさ、だよ、トーク会も来てほしいよ、トーク会来る？ 来喋りたいよ、なんかさ久しぶりのとかはさ、喋りたい私は。ずるいよな。自分たちはこの絵で揺れて。ここで動かせ、ズームみたいに。ズーム会議みたいに。まあ実際だったらいいのにな。揺れてるやつが。あと、オンライントーク会で思い出したんですけど、オンライントーク会の、デジタルコンテンツを6月に抽選で6名の方にプレゼントしたんですが、5月の、当たってたの知らなかったみたいなのも今日ツイッターでリプもらったりとかして、結構気づいてない。から確認してみてほしい。でも確認してね、ちゃんと。どこで見れるんだっけ？ ズライブのアプリ内のなんか受信ボックス的な、マイページとかかな。マイページトップコレクションウィズアプリ購入済み、ここを絶対に見て。うん、見て。いや、通知は来ないと思うの。見た？だから確認して。私はさ、私はさ、その直筆のやつとかさ 書いたからさ、誰々さん誰々さんってさ、呼べるんだけど、呼ばれたら嫌かなと思って。嫌でしょ、読み上げられるの。ツイッターとかでも「まるまるさんとまるまるさんとまるまるさんは確認してね」ってさ書かれたら嫌でしょ？ そう、私も分かってるからイニシャルでも書こうかな。 ファンはそういうの喜ぶ。あんた見たか？ あーた。あーただぞ。 ーたですよ。あーた見たんですの？ マイページトップからだね。マイページトップっていうとこを選ぶの。で、コレクション with プリ。PC からでも、いや、アプリでも大丈夫だと思うんだけど。え、そうなの？私もちょっとパソコンで見ちゃってるんだけど。アプリだと見れないの？ はにゃ！これで抽選当たってない人はどんな顔すればいい？私が大きなこの腕と体で
包み込んであげます。いやそうだから5月とか4月とかなんか、ま、前のやつとかも気づいてない人とかもいるみたい。ウェブだったら大丈夫なのかな、スマホでも。そっちの方がいい。どっちを選ぶか。嘘、ちょっと待って、さっきのさ、なんかあの今確認した、どうして、ちょっと待って、あのさ文章、何文章、え、何、どこから確認だっけ、待って、私今ツイートするわ、忘れん坊やだから。待って待って、マイページこれコピペできないからさ、マイページトップ、え、スマホのさウェブだったらいける、コネクション、あ、ウェブで、え、スマホのウェブでいける、前ページトップコレクションウィズアプリ購入済み。ウィズライブの特典当たってるのに気づいてない人多すぎたので、この手順で確認してください。確認してください、アップ、は、なんか文字消えるんだけど、ない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 、え、なんか文字消えちゃう、なんだ、アプリからじゃなくて、できた、鼻かゆ。申し訳なさと嬉しさで涙が出そう。私一生懸命いろいろカキカキしてたんだよ、みんなに。
みんなは何一つ悪くないんですよ。誰も悪くないの。誰も悪くない。うん。ごめんね。よし、できた。これはマジで嬉しい。次も絶対当てるぞ。なんとでも次回は8月はなんとなんとなんと一番わかりやすいポストにご自宅に残暑見舞いが届きます。イエーイわー、なので絶対気づきます。そう、年賀状をマジで3月くらいになぜかやった時があったんですけど、2月3月みたいなの時にあったと思うんですけど、そういう感じでデジタルコンテンツじゃなくって、ポストカードハガキサイズのああいうのを私がいろいろ書き書きしてオリジナルの画像も使ってプレゼントしたいなと思ってます。それは20名様なのでめっちゃ多いと思う。うん、からぜひで、まあ来ていただければ来ていただけるほど、まあ、確率も上がるらしいけれども、決めてもらってるんですけど、でもね、参加してくれたら誰にも当たる権利は得ていると思うので、ぜひ。ちなみにまだ44枠あってだって結構まだ誰でも残暑見舞いのプレゼントを獲得する権利はまだ得ることができるのでぜひこのチャンスを見逃すなといった感じです。お話ししてください、あよちゃん丸と。といった感じ。そもそもお話めっちゃ楽しい。本当にそう。
いつもオンライントーク会終わって顔見るとマジでブスなの。でもそれってなんでかっていうと、こう笑いすぎてこう涙目になってたりとかもするし、とにかくずっと笑って楽しく過ごしてるから、だからマジブスなんだよね、終わると。あれ？みたいな。だから絶対 TikTok は TikTok をオンライントーク会の時に撮るように、まあちょっとしてるんですけど、2部やり終わった後は絶対にクソブスだから そう、トーク会中は大丈夫、トーク会中は可愛いから大丈夫なんだけど 2部やって終わって鏡見るとブッサーってなるから、1部終わって程よく顔がほぐれてる時によく TikTok 撮ってます。 はい、いや、そう、固まってない、程よくもうニコッと笑える時に TikTok はよく撮ってる。 終わってからだとちょっともう笑いすぎちゃって よれてかってなるから、そういうことか。明日2部なんで TikTok 撮ったか聞くね TikTok ね、撮るものがあれば撮る。でも撮りたいのが最近あんまり、なんか撮ってほしいのあれば教えてください。リクエストはお待ちしておりますゆえ。でもなんかさっきまでさ、何の話したらいいんだろうってさ、すごいヘニャヘニャしてたのがさ、なんか一気に 一気に元気になって、鹿の子の子の子取ったっけ、鹿の子の子の子はサブスク限定のみんなに取った気がします。そう、やっぱみんなに助けてもらってばかりだわ、本当に。よかった、あとみんなが今後さあ当たってるかどうか確認しやすくなって マジでどうしようと思ったから、TikTok での振りは何時間ぐらいで覚えるんですか？ TikTok？ この前の「絶対アイドルやめないでずっと優しい目も真面目顔」、あ、忘れた。優しい目も真面目顔も優しいななななななな、こういうのはなんかメイクしてもらいながら「ほー」って見て撮りました。でマジで10分5分とかじゃないですか 私難しい TikTok のダンスやんないから なんかすごい難しいのとか出てきたら、それはもうもはや踊らないですけど いや、そう、可愛いダンスとかだったらすごい覚えられる。あななつないきなりつんだみたいなやつあるよね、 AKB さんの。なななななな進めないみたいな。どうすればいいなの、レミノー。そういうの見てる、ちょこちょこ。
でもアイドルのやつだったらまだ覚えられるけど、アイドルじゃないのだったら覚えられない。なんか突然「はにゃ?」みたいな。あ、これはなんか TikTok 内のアイニャみたいな人が踊るやつだと思って 私はアイニャじゃなかったなと思って、私は私に適してるものを アイニャとかかなみたいな感じ。君のキュルリンしてみたって言葉だけって、見てね、こんなんできる 絶対アイドルやめないでってカラオケに入ってないのかな。なんかさ、絶対アイドルやめないでって曲がさ、エコラブさんであるんだけどさ、もしかしてさ、歌えないわ、やめた者が歌うっていうのは罪 絶対アイドルやめないでって曲がさ、あるんだけどさ、なんだろう、罪を犯している、やめた者が好んで歌っているのは なの歌うなって 思われてない？ よくない？星はまちっちゃ輝かないの。まだアイドルやで、個人的には 本当？じゃあまだキャピキャピつってよっかな ずっとずっとずっとステージにいて、でもアイドルやめた時に、まあ、別に歌って踊ることとかってアイドルじゃなくてもしてもいいじゃん って思ってたから、アイドルじゃなくなったって別にそれしたっていいじゃんって思ってたから、まあいいよね別に、そのアイドルではないですけど まあ別にいいかなって。でもアイドルは楽しかった、本当に。マイクをさ、肩にかけても大丈夫かな。ちょっと聞きづらいとこあったら教えて。でもその生誕祭の動画を編集していて思ったんだけど、やっぱ私もその歌って踊ることはもうアイドルだったから、それは好きっていうのもさ実感するとも同時に、やっぱみんなも、まあ、今もそうな人もいると思うけど、やっぱりその現場で声を出していた、もしくはいる人間だから やっぱりすごい、その歌って踊ったらコールしてくれる人がいるっていうのの会場の一体感みたいな ものがすごいさ感じられて、やっぱ私がアイドルだったようにみんなもオタクちゃんなんだなって 思ったの。うん、前から知ってくれてる人はね。でも今後は初めて最近知ったって人も増えてほしいなと思ってる。結構今年の生誕祭は、まあ、リカタンが来てくれたこともあって、結構アイドルの頃の曲とか
でもそれも知ってほしいっていう気持ちも込めて、そういう生誕祭歌の方とかはそういう風にしたんですけど、でも今後はそれ、この話は日記にも書いたけど、まあでも今後はっていうか、別に今も前もだけど、アイドル時代の私じゃなくって、今の自分もなんかこう見てくれる人が増えたら嬉しいなって思ってるんだよね。でもなかなか難しくって、ラーメンの動画とか頑張って、新しい人、ゲームとかもね、そうだけど、新しい人が私のことを知らない人が興味を持ってくれたら嬉しいなーって思うんだよね。だからそういう、まあ、今回の生誕祭はちょっと入りづらい雰囲気だったかもしれないんだけれども、でも今の私を応援してくれる人が増えてくれたら嬉しいなとはすっごい思ってる。別に、じゃあ僕たちはこれでっていうのを は許してないですけど そんなことは一言一つも許さないですけど 難しいです、沼を拡大するというのは。でもあんまりきつい言葉は投げかけないでください やっぱり大きめの番組とか雑誌とかに出た時にめっちゃ盛り上げるのが大事。あ、それはね、めっちゃあると思うの。だからそれこそえなこさんっているじゃないですか、グラビアの雑誌とかすごい出てるコスプレイヤーの方の、もうすごかったんだって、最初の頃アンケートでグラビアのさ、だからその「やんじゃん」とかあるじゃないですか、そういうので、またそのアンケートがすごい多かったんだって。でまた出てもらおうみたいな、また出したい、また出てほしいみたいなのがあったっていうのは聞いたことがあって、でも噂というか聞いたことがあるから本当かどうかちょっとわからないけど、だから盛り上げてくれたらもうそれも私はもうすっごい嬉しい。盛り上げてほしい そりゃ投げてほしいと思っているし、やっぱりそこでみんなが頑張ってくれたおかげでトレンド入りとかもやっぱよく聞くじゃないですか だからそういうのでもなんかこうトレンド入りしたーみたいなのとかできたら、いつかそういうのができたら盛り上がりそう、ほうって。それで知ってくれる人もいそう な気はする。まずは私がね、大きいお仕事をしなきゃいけない。
でも7月頑張ったけどね。7月すごかった、頑張ってた。この間トレンド入りしてた。え、そうなの？聞いてないよ、何にも。どこで？え、どこで？そうなの？え、海外とかで？ どこでなんだろう、わからないけど。グラビアで、え、そうなの？はにゃ、私さ、最近めっちゃはにゃって言っちゃうんだよね。やめたい。結構素で言ってる。誰の、もう本当に一人でも言ってる。 私最近はにゃって言っちゃうんだよね。誰の影響なんだろう。誰の影響でもない。オリジナリティ。 なんかほんまにってのえちゃんがよく言ってるんですよ。なんか「私はほんまに」を流行らせたみたいなことをこの前ラーメン食べながら言ってたんだけど、 のえちゃんってめっちゃほんまになんとかみたいなすごい言うのね。でもう「レイナにも映ってるよ」って言ってて、 のえちゃんは。で、うちののえちゃんちの家族全員ほんまにが映ってるんだって。 だからほんまに。で、いや、あやもさ、のえちゃんのさ、ほんまにで、私もほんまにが映ったんだよって言ったら、あ、気づいてたのって言ってて、 いや、気づいてたよ、のえちゃんからもらったもん、これって言って、で、もううちの姉ちゃんまで映ってるよって 言って、いや、そう、関西だよね、本当は。関西弁の何かですよね。 私は山田弁なんで。 山田弁だと思ってください。関西人の方ってさ、そのエセ関西弁使われるの嫌いでしょ。でも私山田弁だから。 私はその山田弁なんで、それだけ許してください。山田弁ですから、その関西弁じゃないんです。 だから関西弁を使ってる気は一切ないので、はい。 はい、そう、もうのえちゃんの口癖が映っちゃったの。 え、そう、関西人山田弁ならいいかとはならん。え、みんなだけではなってよ。 そう、ほんまに無理とかよく言ってる、のえちゃん。 ほんまに行こうとか言って、でも私はもう山田弁だから。 で、最近できたのが、まあ、中村弁ということで、はにゃってよく言ってますね。 もう何にでも言っちゃう。 この間、普通の青いポカリスエットを買おうとしたのね。そしたら、よくよく見てみたら、買って、その、コンビニで買って飲もうとしたら、あれ、なんだか味が薄いなと思って見たら、普通のポカリじゃなくて、イオンウォーターの方で、一人で、はにゃって言いました。いや、めっちゃ言っちゃう。なんか、物売り切れだと、はにゃとか言っちゃうし。みんなも使っていいよ、はにゃって。 はにゃは本場ひなた弁じゃないの？ そうなの？ そうなの？え？ そうだったの？え？特許取ってた？ひなた。 のえちゃんの山田弁の本場になったら特許取ってる気がしなくも。どうだろう、取ってないか、まだ。
いやでも最近ひなたと会えてないから、私のオリジナリティだと思う。でもひなたなんか忙しいみたいで、言ったっけ、この前ひなたのことを街で見かけて、広告で日向ダンスをのえちゃんと一緒にして、その動画送ったらほんまにやめてみたいな 動画送ったらね、やめてって言われた。え、日向ピラティスしてんの？え、聞いてないんだけど。え、パソコン消えちゃった。ピラティスしてんの？ほんまに？ほんまが？ほんまが？ほんまに？ え？わあ。そうやってさ、もう全員ピラティスにさ、染まっていくんだ。あ、そうそう、ひなたっ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 た
ティス始めたの？許せない。ちょっとやりたくなってる。あのね、本当に私結構さ、もう首がさ、なんかもうこうやってな、こうなってる普段から無意識で、でこうやって直してみたいなのを繰り返してるんだけど、なんていうの、もうこのさ、体の姿勢とか体の作りを本当に直したくって、でもピラティスは行かないだろうって思ってたんです、うん、でもみんなピラティスして体きれいになってる。ずるい。でも続かない、私私絶対続かないの。私しんどいのも苦手だし、もうチョコザップもさ、でもなんかもう無理だよね、行けないもん。誰かと一緒なら行くかも、誰かでも置いてかれたくないから、もうやってない人がいい。いやもうダメだ、ひなたはもう「何何何」とか言って絶対ダメだ。あれだってもう運動神経いいし、大体あれ。いやでも本当に体がね、悲鳴を上げてるんだよね、痛すぎて。聞いてみる、リカタンは絶対行かないもん。リカタンね、整体行ったことないんだって。あんだけさ、楽屋でさ、マッサージ受けてたのに、あんだけマッサージ受けてたくせに、あ、整体なんか行ったことないよとか言ってて、あーでもあんたさ、楽屋でいつもマッサージ一番最初に受けてたやんって言ったら、なんかみたいなそれはそれみたいな言ってて、整体行きてって言ったら、リカタはね、整体に行ったことがねないんだって。だこれがゲームする人としない人の差なのかなとか、やっぱデスクワークする人としない人の差なのかなとか思ってさ、
なんかこれが違いなのかなと思ってね、いたんですけれど。だからピラティスはね、興味がないわけではない。でも、だからみんな抜け駆けしていくからピラティスのこと嫌いになっていくの。だってみんな置いてくんだもん。 みんな抜け駆けしてなんかピラティス始めてるから。ピラティスでも高そう。 まあいいわ、家でします。 あ、ピラティス家でします。 もう家ですればいいでしょ、みょーとか言って。 頑張れば家でできる、ピラティスは。何するか分からんけど、ピラティスって何なの、何なのピラティスって。ヨガじゃないの。そうだね、安上がりね、オリジナルピラティス動画。なんかすごい難しい画像がいっぱい出てきた。V になってるやつとか。配信でするわ、じゃあ今度。オリジナル ピラティス をします、じゃあ今度。じゃあもう今日はこの辺にしましょうかね。YouTube に動画に出すとちょっと恥ずかしいから、一旦サブスクの動画とかにしようかな。私が考えるピラティス。 ここを伸ばすことによってこちらの 一旦出して世の中に出すか考えよう。はい、重ね重ねになりますが、明日はオンライントーク会が16時からありますので、ぜひ参加してくれたら嬉しいなと思います。16時からと18時からです。はい。比較的、あ、もう4時台だ、ほとんど。4時台が結構空いてて、6時台はあと2枠、3枠ですかね、3枠なので、ご都合合う方ぜひ来てくれたら嬉しいです。はい、じゃあランキング発表します。13位オアシスさん、12位おたけさん、11位ハルキングさん、10位キタム、カメラの、10位キタムランド定住、あれ、ちょっと一旦順位飛ばして、読みたいと思います。最後もう一回戻ってきますね。ちょっと良くないですね。9位ケイさん、8位ポポロさん、はい、あゆぬまっこ、ありがとうございます。7位ヨシキさん、8位ふっちゃん、7位ハムちゃん、4位ひろゆきりんさん、3位ヒロキングアット中村ランド、はい、いいですね。 2位 JT さん、1位ハチさん、ありがとうございます。8位、はいはいはい、はい、いいでしょう。では 指導入りました。 どうでしょうか。公正の余地は見られたのでしょうか。
はい、10位中村アンド。中村アンド永住水道橋博士さんですね。はい、ありがとうございます。はい、こういうのはね、一つ一つ丁寧にやっていかないといけませんのでね。はい、皆さんも気をつけてください。はい、はい、よろしいです。はい、ありがとうございます。はい、よかったですね。私がね、私の今日はね、この感じでね